はい、どうもー。えー、まだ、本日がゴールデンウィークの最終日だと思います。でもね、今日からうち仕事ですよ。うち仕事ですよ。まあ幸い、9連休、9連休いただきましたけれども、まあ本日はね、久々の、久々の大型の運転と、リフト作業、 などするんでね、気をつけていきたいなと思います。はい。では早速ね、えセブンイレブンの弁当全部制覇するまでやめれまってんということで。はい。本日も買ってきました。まあゴールデンウィーク中は、まあ、当然やれませんんでしたけれども。 またこれやっていきます。まあ、セブンイレブンが終わりゃ、ローソンかなと。はい。まあ、今のところは、セブンイレブンの弁当を全部食ってやろうかなと思っております。では、開封します。まあ、その前にこれですよね。もう、レンジでチンしてありますけれども。はい。何だったろう、えー。親子で、親子丼ですな。 親子丼です。430円。税込み46 464円と。うん。まあそうですね。レンジで、レンジで3分加熱済みです。はい。じゃあ、これから開封して見ていきましょう。はーい、開封しました。で、こうなってるんですね。もう、かかってるのかと思ったら、こう、こう、ちょっと、 ちょっと分かりにくいですが、これ、分かれてますよね。今、今ご飯と、ご飯と具が分かれてます。これを、ビヤーンとご飯の上にかけます。ちょっと、片手じゃあね、失敗したら大変なことになりますので、ちょっと両手にやりかえます。はい。今ですね、具を、具をね、ご飯の上にぶちかけて、一味を、一味をさささっと、 親子丼ね、あんまし一味を振ったことないので、あんましというか、ないので。まあちょっとピリ辛くなるのかなと。まあせっかくだから一味を振りました。はい。こんな感じでーす。こんな感じでーす。なんかね、量が、量があんまし多くないですな。量が多く、多く見えたんですけど。これはちょっとね、あの、大量に、大量に食う人は、これだけじゃ腹太らんなと。 いう感じがします。はい。あとはね、あのー、あ、そうだ。卵はね、ええ感じに、だったんだ、ですが、もう、バラバラになれましたな、これは。バラバラになってない感じですね。まあ、いいか。はい。こんなとこですね。はい。では、これから、この、親子丼を、いただきます。 ではね、今週も安全運転で行きましょう。行ってらっしゃい。